はい、お世話になります。トラジャンのボスです。いつも応援ありがとうございます。今日これやっと届きました。これね、中はね、よいしょ。これね、中開けるとこれです。わかりますかね。ナンバーの、レーダーオンキットです。まあ、ナンバーステイですね。わかりますか。X354 のナンバーステです。で、今までのナンバーステとちょっといろいろ工夫しまして、もちろんしっかりね、しっかりしてるし、でなおかつ、誤報車検対応で、で、まあ、車体がね沈み込んでも当たらない角度にしてデザインも入れてます。で、純正のね、ウインカーもつけれるようにして。ケラーマンのああいったウインカーにも対応できるようにつけてます。ちょっとね、ものをね、つけたものをちょっと見に行きましょう。で、これが純正の、もともとの純正のやつです。こんな大きいんですね。これ、わかりますでしょう。反射板も含めて、こんなに大きいものがついてます。で、これがさっきのものに入れ替えるだけで、こうかな。このでかくこうついてるものがこんなにシンプルになります。よいしょ。で、これは純正のね、ウインカー対応にしてます。だからあえてこうウインカーまでね、車外のものにしなくても純正のウインカーでこのステーだけでこういった形になります。で、ここ反射板も純正の反射板がね、そのままつけれるようにね、加工させていただいてます。これも、まあ、買い替えてちっちゃいものも一緒に販売しますが、純正もつけれるように、基本的に純正をそのままで、この後ろ回りだけこんなにすっきり、まあ、こんな状態のものが、こんな状態のものが、こんなすっきりになると。こんな形になるように作りました。で、できるだけこう、本当はね、もっと中入れたかったんですよ。なんかね、多分中入れているものを出してくると皆さん思うんですけども、それしちゃうと、このナンバーの角度がね、今これで、ちょうどね、こうか。これ今、ジャッキアップしてるんで、あれなんですけど、いますか。これでギリギリなんですよね。だからショックがね、ショック、まあ柔らかいショックなんで下がっていった時にこのタイヤとのクリアランス、まあ、反射板のこと考えたらもうこんなぐらいしかないんですよね。あ、もう多分これでギリギリのサイズで作ってます。あくまでも反射板がだからこれがね、もっと手前に来るともちろんタイヤに当たってくるんで、一番もうショックが下がった状態でもちゃんと角度が、法的な角度が守られてて、で、しっかりと対応ができるこのもので、でなおかつ、純正のウインカーでもケラーマンをここにねつける形でもできるタイプで、なおかつ反射板も純正の反射板もつけれるし、当社のこれ用のまたもうシンプルにもっとするやつも出せてるっていう形で作りましたね。ほら、後ろ回りものすごくシンプルになってるでしょ。まあこれよりはね絶対いいよね。で X です。 X350 というこうイメージを作ろうと思って、作ってます。これはもう販売開始しますので、いつでもおっしゃってください。これだけで、後ろ回りがすっきりすると思うので、皆さん喜んでいただけると思います。こんな感じです。で、意外にちょっといろんなもの作ってます。いろいろ作ってます。こうご期待ください。まあ、X については皆さんいろいろね、いろんなメーカーが出されると思います。弊社の場合は、値段が若干、
いろんなお店さんよりも高いかもしれません。でもその分こだわっていろんなものを考えて作ってます。ぜひよろしくお願いします。今回はこのナンバーサポートです。よろしくお願いします。全国のディーラーさんで取り寄せできると思います。よろしくお願いします。